私も今日ね、もうどんだけ泣くかなと思ってたんですよ。でもおっしゃってくださいましたように、最後は笑顔で終わってほしいんでって言ってくれはったんで、泣き虫の加納玲子ですけど、最後は本当に思いっきりみんなと笑えたんで嬉しかったですね。はい。